何？ YouTuber？ そんなの許せるわけないだろう。この眠くなる魔法の薬を入れるよ。オブチップ内臓器で。東京のとあるおしゃれの町に頑固者の真面目なお父さんと娘が住んでいました。何？ YouTuber？ 何朝から寝言言ってんだよ。寝言じゃないね。毎日更新すればきっとなれるね。 YouTuber なんてろくでもねえ大人がやるもんなんだよ。ゲームやりながら喋ったり、わけのわからない迷惑なことやって人に迷惑をかけんだよ。そんなの許せるわけないだろう。もうまた俺やつ、人の話も聞かないでる。まあしょうがないよ。お父さんの頃はこんな仕事なかったし。でもあの親父は何を言っても何を言ってもダメダメダメっていう親父なんだる。エリナはどうやって YouTuber になったの？実はね、何言う？それ教えてる。それを使ったらね、すぐ OK ができたよ。どこでそんなのもらってきたの？一番の事務所でただでもらえたよ。でも 20% のお金をあげなくちゃいけないんだよね。でも仕方ないで、ダメだもの。どうしても YouTuber になりたいる。お願いる。パパ改造キットの内容はこちらです。早速改造していくる。まずは眠くなる魔法の薬を入れるよ。よし、このコーヒーをお父さんに飲ませるぞ。ありがとう。お、おいしそう。ああ、ほっとする。なんか眠くなってきちゃった。コーヒー飲んだけど、ちょっと寝るね。おやすみるん。オブチップ内臓器で。この絆創膏でチップを内蔵するるん。そして一晩寝かせれば OK るん。パパ嬉しみる。お父さん、ん？ YouTuber になりたいるん。 YouTuber？やっちゃいなよ。やったな。こうして YouTuber になることにしたる。みなさんこんにちは。ドリームチャンネルとエレナとララル。今日はちょっとセオン。どうしたの？その格好。お父さん、今から旅に出るぜ。なんだろうって、そんなつまんない冗談をついて。今朝急に海賊になりたいなって思って。あ、もしかしてあのせいで。こうして私の夢は諦めることにしたるん。